県議会の臨時議会が今日開かれ、物価高騰の影響を受けている県内の事業者などを支援する一般会計補正予算案が提案されました。まず会議録今回の補正予算案は、国の物価高騰対策と連携し、の影響を受けている県内の事業者などを緊急的に支援するものです。 具体的には医療、介護、学校、子ども食堂などに対する物価高騰への運営支援や中小企業が金融機関から融資を受ける場合の負担軽減策について融資対象枠をこれまでの30億円から340億円に拡充します。直面すするるる価価格・物価高騰による影響を緩和するための 対応を緊急かつ機動的に実施するため、早急に補正予算を措置する必要があると考え、今回県議会の臨時議会は明日の本会議で補正予算案を採決する予定です。